はい、やっていきます。パート8やっていきます。いや、シェンムーなかなか、やっぱやらせますね。やらせてくるね。つい時間が経ってしまっている。ここがパン屋だよな。ここがパン屋だよな。小峰さん。小峰さん。いや、いらっしゃい。船員を探してるんですか？船員を今度探してる。船員かい？そうだね。バーの近くでよく会うよ。バーの近くでよく会うよ。いや、会うって言っても。そうですか。船員って体のガシッ、すぐわかるよ。わかるよね。船員が集まるところ、よく知らん。そうですか。まあ、飲むときは馴染みの店。今のヒントじゃないんですか？船員探してバーの近くっていうのはだいぶなヒントだと思うんだが。まあ、ジュピトリス、横須賀ジャンパーの店、ジュピトリス、木星人っていう意味なんだろうか。魚屋の前、ま、お、また女子高生発見。ごめんなさいね、知らない人とは話したくないんです。じゃあ、女子高生ではないかもしれない。なんたら名画座とかいうのはこれの前だよな。これか、これか。閉まってるっていう印象でいいかな。新横須賀名画座、いかにも映画館みたいな感じかな。今閉まってるということがわかりますね。普通に喋り入って始めてるけど、いいかこれ。辰巳さん。おう、どうも。船員の集まりそうな場所を知りませんか？詳しくは知らないが、ジャンソー辺りの飲み屋でよくたむろしてるな。そうですか、行ってみます。だいぶヒントだぞ今の。メモらなくて大丈夫か？弁当屋。キヌヨおばさん。キヌヨおばさん。いらっしゃい。船員を探してる。船員、船員さんがど、いえ。そうか。わかりました。夕方あたりに見かける。今はもうまさに夕方。いや、雨の日は暗いね。思うけど。暗い。暗いな。よし。行こうか。雀荘これだよな。一応雀荘に入ってみるか。未成年が雀荘に入れるのかっていう、そういう疑問はあるけどね。時間はちゃんと見といた方がいいな。30分とかになってことはやっぱ長い気がするし、20分ぐらいで過ごしたり、済ませたり。徹夜の世界な感じがする。徹夜のな、あの漫画とかアニメの徹夜の世界観だな。ただ徹夜はもうちょっと時代あれだけど、戦後って感じだけど。ごめん、徹夜明けなんだ。客のお守りしてたから。今日は勘弁してくれねえか。そうですか、わかりました。徹夜明けって言うかな。どうも。どうも。ああ、どうも。どうも。何の情報も得られそうにね。帰ろう。船員な。基本的にこのシェームーはあれだよな。お使い芸を強化したような感じだよな。ヒントを持ってる人がいて、その人を探し回るっていうのの繰り返しみたいなところはある。果たしてそれが面白いのかと言われると若干疑問はあるけれども、まあ面白くなくはないよねっていう。楽しい、それを探すのって楽しい。スロットハウス、スロットができる。音楽が不穏だな。なんだお前。聞きたいことが。ほう、喧嘩には負けねえって目だな。さあ、ガキは向こう行きな。なんか音楽が不穏だな。てめえ、聞きたっ、てめえ。そうか、そうか。この野郎、な、文句あんのか。聞きたいんだ。
てめえうるせえぞ、あっちへ行きやがれ。喧嘩になりそうな雰囲気は。ちょっといいかな。悪いけど知らない人とは話したくない。どこかその辺で知らない人とは話せない中のまた二人目だね。あの不穏な BGM は一体何なんだろう。この不穏な BGM 夕方だからかな。不安は不安解消に原崎葉月くん、ちょっといいか原崎。船員がよく来る店とか知ってるか。うちのお店にはあまり来ないけど、うん、バーとかならよく来るんじゃないかしら。そうか、仕事の邪魔して悪かったな。いいのよそんなこと。それより葉月くん、無理しないで、ね、あまり無茶しないでね。無茶しないで。ああ分かってる。無理は分かるんだよ。無茶ってなんだろうな。茶ってなんだよ。茶って原崎の言葉だけヒントにしているな。無理は分かんない。分かるんだよ。無理はダメだっていうの。断りのないことをしてはいかんということだろ。無茶の茶ってなんだよな。なんだよなって気がするような。無茶の茶とか、あとめちゃくちゃの茶な。もともとのなんか別の言葉があったのを無理やり漢字にしたら茶色の茶しかなかったね。お茶の茶しかなかったんじゃねえのっていう、そういう言葉の作られ方してるね。わけのわからんことをまた言ってしまった。ここの下にさ、ここの下がなんか怪しかったような気はする。ここの下が、でもこの時点では行けないような気もするんだよ確かね。だからまあまず行かずに、スナックリンダ開いてない。まだやってないか。でもここ怪しいな。6時半、あと1時間半ほど時間に余裕があるね。ここに行ってみるか。ぐるっと回っちまった。すいません、今用がある。はい、じゃあ了解。わかりました。ここは5時から空いてる。空いてる。入ろう。ここで船員に話を聞ける。船員についての情報をもらえるかもしれない。すいません、勝手に話が進んでる。お、寮か。酒は出せないけど休んでいきなよ。ありがとう。コーラでいいかい。ええさっとこのコーラを出したけどさ、お金は。それで何の用だい。お、それだけ。なんだ、りょうちゃんか。勝手に話が進んでいく。あの、話が進んでいく。外国船の船員って店に来ます。おさん、おさずに話が進んでいく。船員、胸の谷間がセクシー。明美さん、バーテンの西条が詳しいよ。もういいわね。あ、何かあり。明美さん、船員聞いてみた。西条、わかりました。聞いてみよう。何かありげな。西条さん、この辺りで船員が集まるところ知ってます。船員といってもただの船員じゃなさそうだな。ええ、すごい肩幅。 MJQ か。ハートビーツに行ってみな。 MJQ ってな。ハートビーツ、そこにいるんですか。気をつけな、ヤバい連中とつながってるやつもいる。腕に入れ墨をしているやつは。そんなやつもいるだろうな。わかりました。船員のこと。船員、バイク屋の前の路地を入ってみな。ありがとうございます。行ってみるか。あら、りょうちゃん。あけみさん。そうか、最初にも話したよ。あの、こーら、イネさんが心配してるよ。わかりました。こういうバーの店員さんにありがちな、自分の心配より人の心配。あの、
まだ未成年でしょ。人の心配をやたらする人。涼ちゃんにはまだ早いよ。わかる？わかりました。でもまず、あんた自分自身の心配した方がいいんじゃねえ。そういうふうな気に駆られるね。でも実際はすごく儲けてるのかもしれないから、ちゃんと自分の将来も考えてるのかもしれないから、余計なお世話なのかもしれない。いや、どうなんだろうね。どうなんだろうね。甲冑でもなんかこう、まあそれも偏見か。ハートビーツか、 MJQ に行ってみな。そんなの分かるわけないでしょ。店名なんて覚えてないよ。確かこの辺にもうちょっと行った時か、この辺に、この辺にあった。ちょっと見てみよう。ちょっと押せない。見た。ハートビーツか MJQ っつったけど、わからんな。ハートビーツか MJQ に行ってみよう。しかしだ、ここは違う。満腹券でしょ。ここも違うよな。ここは、ここはバーだけど、ジャズバー、ジャズ&バーって書いてある。7時から。まだ開いてねえわ。すいません。はい。え、どちらさん。あの、悪いけどうちは7時からなんだ。ここにお客で船員って来ますか。あの連中が来るのは9時頃だ。あの連中、その頃来たらどうだ。わかりました。なんか今すごいヒントをもらったけど書き込まんかったな。 MJQ かハートビーツ。あれ、ここが MJQ かハートビーツなんじゃないの。実はキックビア、バー&スナック、ここの店名がわからん。あ、ここが MJQ ですね。ハートビーツがどこにあるかはわからないね。とりあえず、あの階段の下に行ってみようか。バー行く屋の前のここを降りていってみましょう。てん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 。あ、このガキが来るところじゃねえ。帰りな。あの、引き返してしまったんですけど。あれだよね、あの占いで。おお、りょうか。いろいろと大変。ええ。体はもういい。ええ。あまり無理。ヒントくれなさそうなおっさんだな。あの、なんだ。金髪の人が歩いている。あの、もっと大人になってからね。ごめんね。なんなんだ一体。MJQ かハートビーツに行ってみな。ハートビーツが分かんねえな。 MJQ は分かったんだけどな。ここは、ここはカラオケ7。違った。音だけはなんかビビらしてるんだけど、いいんだ。すいません。いらっしゃい。あの、船員が集まるところをこちらに。船員？そんなことより、いえ、急ぐので。あの、何？今変な人がなんか飲んでる。店に入っていったぞ。いえ、失礼します。もうつまんない子ね。確かにこいつのつまらなさはかなりのもんだろうな。スナックリンダ、ハートビーツがわからん。店がな、どこにあるかわかんねえっていうのがこのシェンムーのあれなんだよな。
醍醐味といや醍醐味なんだけど。ここはさっき入った麻雀屋か。あれ、もしもこのままハートビーツが見つからないで話が進められないのであれば、ちょっと次回の実況までにハートビーツの場所を見つけてこよう。じゃあ話が進まない。ここ行けないもんね。ここ行きたいのに、あの赤服の男は行けない。占いにも行きたい。ガキが来るところじゃねえ。当選坊主さんが。まああれ右して変えさせられちゃうもんね。7時になったから夜の帳が降りている。帳って何ですか。夜になったらいけるんじゃね。いけた？いけてしまった？おお、いけてしまった。怖い怖い。どけよ。What？ Go home！ あ、間違えた。おお、危ねえ。あ、これがハートビーツか。これがハートビーツか。今の人たちとは大丈夫なの？いない。暴行を加えてしまったけれども。いきなり。7時から4時までか。7時だから、行けたみたいなところ。いらっしゃい。アロハ。スクールボーイにはミルクがお似合いだぜ。あいつらは船員か。さあな。中国に出入りしてる船員を探してるんだ。坊主、刑事ドラマの真似ならよそでやんな。俺に構うな。ガキのくせに生意気な。見てぬ見てぬな。また間違えた。ずいぶん間違えてみたい気もするが、ずいぶん派手にやってくれたな、坊や。俺は中国の組織に。そっちの方が見たいかもしれない。普通の人はな。いや、教えてやる。まあ、間違えた時の反応は自分で勝手。その代わり、二度と顔を出すの。わかった。チャーリーって男を探す。チャーリーハモ。チャーリー。やつは密輸ブローカーで裏の世界に顔が利く。その中国の組織ってやつも知っているはずだ。どこにいる。やつの愛車はハーレーだ、うん、その辺のバイクショップを当たってみな。もうバイクショップ閉まってんじゃん。チャーリーの格好は。やつはいつもグラサンに黒い革ジャンだ。グラサンに黒い革ジャン。腕に入れ墨を入れてたな。腕に。なんで腕に入れずに入れるっていう話で、ちょっとこうなんか覚えがありますみたいな顔してるのがよくわからない。乱定の入れ墨とはまだ違うんじゃないか。りょうさん、入れ墨なら全部同じと思ってたらお間違いですよ。でもこの後のせい、なんかこの後なんか入れ墨の堀しかなんかの人の、まあ、アパートが訪ねたりしてない気がする。そんなに入れ墨知っていないよっていう気がしたの。チャーリーって男を知りませんか。チャーリー知ってるんですか。ファッションだけでバイクに乗ってる嫌な野郎さ。ファッション本当のバイク乗りじゃねえよ。本当のバイク乗りとはどこに住んでるか分かりますか。さあな、たまに来るだけだし。俺のことか。本当のバイク乗りとは。鶴岡んとこに行ってみな。鶴岡さんってスカジャン屋の。やつんとこにたまに顔を出すってことだぜ。
わかりました。ガチャピンとも呼ばれる。すごい真ん中が開いたね今。チャリはどこにいるからの2ページ飛んで、その目の前のバイク屋にいただけでいきなりスカジャン屋の話まで飛んだね。よし、ちょっとここで一旦切ります。20分来たんでね。本当は15分ぐらいとか10分とかで切るのがいいのかな。あんま長すぎるとね、見る人がだれるからね。ちゅうことで、ほいじゃあ、パート何本 ?8 か7か8か詳しいところは知らんぐらいのね、こうパートでした。死にまりない俺がですね。じゃあ次のパートで会いましょう。ほなまた。